さあそして J リーグの話を、うん、あまあ、ここからのやっぱりイメージが皆さん強いというね方多いとは思うんですけど、まず何が変わりました？ファミレスに行かなくなったんですかね。うわコンビニに行かなくなりました、ね、そういうことなんですね、はい、っていう教えをカズさんがしてきた。プロ見られる、プロフェッショナルみたいな感じで、はい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 、まあ人と同じことをしてちゃダメだって、うん、憧れる存在になるためには憧れる行動しなければいけない。まあカズさんが本当それを体現してましたもんね。で行くぞって言ったのが銀座。今まではちょっと行かなかったところじゃないですか。僕は自分たちで行かなきゃダメだと、はい、自分たちで金を払っていく場だと、はい、いやそういうところに来てる人たちってやっぱ一流の人たち来てるじゃないですか。まあそうでしょうね。キャバクラじゃないから、はい、一流の銀座だから、はい、でそれをしかも運転手が取って、はあ、横付けしていく、はい、で30分ぐらいで店を変えていくっていう。なるほどなるほど。まあイメージとしては本当に勝慎太郎さんとかがやってそうな遊びですよ。もう、はい、だらだらさ女の子を口説いてんじゃなくて、はい、スパッと30分で次の店で次は、はい、それ4件ぐらい、はあ、ストアでやってました。金出る出るそれやってたら、はい、その辺の企業の一流の人たちはおめえらすげえなみたいな。いやいや、まあでももう向こうもうわっ J リーガーだ J リーガーってなってるわけでしょ。そうで今度実際の J リーグっていうのが開幕して作家があるんでぜひ応援してくださいねっていうロビー活動。なるほど、ロビー活動なわけですね。滝田さんが渋谷のあたりやってくれてるからロビー活動あ皆さん大体繁華街でちゃんとロビー活動、いろんな繁華街で、はいはいはい、ちなみにですよ、もうそう銀座とかで一晩使った額ってもう最高額っていくらですか？いやそれトータルで3桁を超えてますよ。1万いかない、まあ、うわで、あとはまあ当時渋谷とか行くじゃないですか、はい、でもういろんな子たちが寄ってくるわけですよ、はい、で、店変えるわけですよ、はい、六本木行くその子たちと一緒にね全部連れていくわけ、はい、で今度六本木やった後に今度新宿に行くぞっていうと最後たどり着いた人数とか100人ぐらい、うわで、それをカズさんとかも払うから、いや、すっごい全部払うんだよ考えらんない、ね、しかも女の子とかにもう帰れないからってタクシー代みんなにあげて、でカズさん今回俺がやりますよっつって払ったりとかしたらもうものすごい金額。いやもう地獄ですよ。もうすげえこの金額なる。カズさん毎回やってんだこれみたいな。やっぱりキングですね。あの時もなんだろう変に思われてるとこもあるけど、女の子たちとかにやっぱそうやって仲良くなることで、変な下心全くないで、うん、そこで女の子たちが楽しんで帰ったことによって多分すごい、まあまあいやちょっと広げてくれますよ。あのロビー活動もかなり大きかったと思う。今度見に行こうよとかね。応援しようってなりますもんね、うん、いやまあなんかヴェルディの皆さん当時そういうイメージがやっぱあって、やっぱ夜のイメージも昼間ね、まあまあナイターでもいいですけどピッチ上でこういうファンをサポーター魅了したと、うん、その後はまあ今度夜の街でねまあ2試合目が始まって、ね、けどね練習手抜く選手一人もなかったですもんね。まあそうじゃないと勝てないですもんね、うんうんうん。まあ、その中でもやっぱり一番モテたのって誰ですか？その、まあ、武田さんモテたね。ね、うん、すごかったですねやっぱり、うんうん、まあカズさんもちろんだし、うん、でラモスさんはまた違 う, こうラテン系の人たち、はい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 、あの日本人の女性でもラテン系の方たちいますね。車もやっぱり好きじゃないですか。あそうですね、ポルシェのやっぱりイメージが強いですね。けどポルシェは当時はもうカズさんだったから、はい、あのピンクの、いや、カズのね、ネイビーかなんかだったのかな。ネイビーどのがピンクの乗ってたのかな。ああ、そうだそうだ、うん、あとアトランタ世代は生意気だったね、なんかね、あの前園とかね、とかね、ジョーとかね、ジョー君もね、あの辺はね、はいはいはい、生意気でした、ね、またなんか違う世代がやってきた感じでしたもんね。あ、なるほどなるほど、すごかったね、パワーあったあいつらは。すごい面白かったですね、存在としては。だからなんか時代がこううまくつながっていくっていうこともね、ゴールをしてもクールなヒデがいたりとか、はいはいはい、ふざけんなとか言ってましたけどね、お前がゴールした後パフォーマンスしないから少年たちもゴールした後、ね、なんかクールになっちゃったじゃないかみたいな、シュッとしてればいいみたいな、うん、ちょっとあの個人的なお願いなんですけど、うん、北澤さんが選ぶちょっとベストイレブン、新旧ちょっと書きます。4-4-2。あーなるほど、そうですよね、まあ、真ん中に、うん、はい、ラモスさん中心のチームですよ。イスギ中盤はぁー、中田くん、うん、いっぱいよそれ。そうか、
そうだよな、ななみくん。そうな。ボディブレめっちゃうまいもん、お前。まあ、そうですね。この横にすごくないでしょ、これ。すごい、すごいです。見たいですね。ね。ご自身もあれでしたら。いや、入れない。津波さん。テレシャイクアップしてます。そうですね。松木さん。いいですか、松木さんってね、サッカー選手だったんですよ。ね、声の大きいサッカー好きのおじさんじゃないんですよ。すごいんですから。てかね、めちゃめちゃ汚い。もうラフプレーとしてはひどいよ。いやですよ、ね。違う違う。相手が。すごい。このヨロさんの、まあ、ジャンプ壁ですよ、ラジオ。あれは今。うん、Q さん。読売クラブですよ。うん、まあでもこんなん見たいなぁ、これこれ。まあそうですね、テツさん。テツさん。フォワードが。そりゃそうでしょ。キング。すごいですよ、やっぱもう、カズーだけど、KAZ。いや、別にカズーだからね。カズーですよ、これ。SGA だと差がありになりますから。あと、あれもいるじゃん。そりゃそうですよね、GO ですよ。あとやっぱ、今、FC とか監督も、伊勢川。はい。まあ、言ったら、ね、すごかったですもん。まあ、そうですね、サンバガラス。ああ高原君もすごい。そうですよね、まあ、ボカでもやってますからね、彼は。はい、これだけでも番組作れるな。すごいよね。すごいですね。この辺あと、中村俊介。俊介もそれはそうでしょう。中村俊介選手は、はい、岡田さんの時に合宿に来たの、オーストラリアの合宿に、はい、初めて。なんかひょろひょろで、なんかでもね、やっぱり中さんがネクラな雰囲気のやつ来たなと思ったら、はい、1対1の練習だったの、はい、全員抜かれたから全然ですかね、これ全部抜かれたから、めっちゃ覚えてる。うまいですよね。どうします、キーパーどうしましょう。この選手知ってる、森下さん。あの、知ってます。山野。はい、知ってます、知ってます。めちゃめちゃうまい。おー、今ね、FC東京でケンタのところでキーパーコーチやってる、うん、めちゃめちゃうまい。森下さんね、はい、もちろん鈴鹿だけです。当時僕が出始めた時に、本田家に行った時に、これは抜いていかないと点が取れなかったんですよ。なるほど。強烈だった。強烈ですよ。本当じゃなかった。くるぶし狙ってくるんじゃないかって。感じますね。感じますね。だから僕の大のサッカー選手は、まあ、津波さんに追いつけ追い越して、うん、で、まあ、相馬直樹って言われて、ああ、そうね、相馬みたいな。津波さんが直樹を見た時に、うん、ちょっと相馬っぽい感じだったね。あの相馬が、そうですよね。そうですよね。進化版みたいな感じだよね。はい、このだろ。じゃあ、これでしょ。ってことでします。これでしょ。やってくれるんですよ。で、一方。日本でやった J リーグの外国人。はい。どうだろう。それそうなるんでしょうよ。ああ、ジーコでしょ。ああ、こっちは。ヨガスキー、VT。ワールドカップ優勝メンバーですもんね。ビスマルク選手ね、うん、はい、ワールドカップだろ、アルシンドになっちゃうよと、はい、まあ、ここのラインがね、面白いですよね。オネールですよ、オネールだけど、はい、あれがいたじゃん、エドゥもいたけど、エドゥもいますよね。ドゥンが、はい、当初、うん、レオナルド。いや、よくよく考えたら、これ、切りないですよ。レオナルド、ここですか。ここもあるもんね。ね、はい。そうですよ。ここ誰もいたの、誰かね、フレイソル。いたじゃん。なんだっけ。はい、あれでしょ。あれだ。得点王だったやつ。そうそうそう。はい、ちょっと待ってください。さん、スキラッチ。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 はい。サルバトーレスクラッチ。サルバトーレスクラッチ。右誰だ？あ、ペレイラ。そりゃそうですよ。うん、いないと、うん。いい時代ですね。すごいよね。すごいですよ、これ。あれがいた。名前どれ？イタリアの。じゃあ。はい。名古屋の監督。はい。ピクシー、ピクシー、そうだ、うん、この企画がやばくない、これ楽しい、日本で J リーグで全然皆さん思うんですよ。ああ、
監督やった鹿島の、はい、もうお互いもうアラフィフだからね、出てこないで、分かった、そうだ、ジョルジーニョ、はい、ジョルジーニョね、どうします、いきなり縮まるっていう話もありますけど、縮まるなのセレッソにさ来たさ、ジュマールって、ジュマール、あれブラジル代表だから、あ、そうですね、わー、面白いなぁ、いや、ごめんなさい、少年の顔になってこれとこれ対戦したらどうなるだろう、いや、そうなんですよ、はぁ、これ面白いなぁ、これでしょ、いやもう本当に名残惜しいんですけども、いやいや、楽しみでやってましたよ、結構喋ったんで、いや、これも第1回、また何かありましたら、はい、よろしくお願いします。どうも、今日はありがとうございました。ということで、スペシャルゲスト、北田恭司さんでした。どうも、ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。